んにちは。今日も話題のニュースをお届けします。キャスターのエマです。本日もよろしくお願いします。今回は韓国メディアが大谷翔平が韓国車乗っていたと話題、高年俸でも贅沢しない姿が素晴らしいと韓国国内で盛り上がる反応をお届けします。一緒に見ていきましょう。韓国オンライン版中央日報は27日、大谷翔平が再び韓国車を運転していると報じた。記事によると、大谷選手が渡米当初、現代自動車のソナタで通勤していたことが26日、韓国のネット上で改めて注目された。チームが提供したのは高級車ソナタ、韓国の有名自動車メーカーの製品です。また大家のシンプルなライフスタイルが話題となり、韓国のネットではシンプルに感じるのは間違いではない、年俸が高いのに無駄遣いをしないのは素晴らしい、虚栄心のない彼だなどと話題になっている。その後、運転免許を取得した大谷選手はテスラを使用し、現在はポルシェとスポンサー契約を結び、ポルシェを運転していることが明らかになりました。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。球団が用意したレンタカーなのに韓国車を愛用していたかのような伝え方ですね。個人的に若い世代を中心に日韓のアニメだったりコスメだったり文化交流だってあるわけだから、認める部分は認めて向上すればいいと思う。レンタカーじゃなければ選ぶわけないし、自分で運転するから今はもっと安全重視の車を選んでいます。レンタカーとはいえ、球団は日本車か少なくともアメリカ車を用意すべきでしたね。確かに派手な生活はしていなくて、好感は持てるけど別に派手でも好感度が下がるわけでもない。大谷選手と関連性のない話題を無理に絡めるのはやめてほしいという意見もあります。まずは韓国代表に対する感謝の言葉などを伝えるべきではないでしょうか。きっと安いレンタカーがヒュンダイだったんでしょう。確かに大谷選手はかつてヒュンダイソナタに乗っていましたが、その理由は不明です。当時のヒュンダイ車は衝突安全性が高くなく、体が資本の選手にとっては問題があると考えられていました。でも球団はもっと気を使うべきだったとは思うよ。日本人選手に韓国の高級車ってミスマッチは、入団当時は大谷選手の扱いが雑だったのかと思ってしまう。現在彼はポルシェカイエンを運転しているため、見ている人たちも少し安心しています。最後までご覧いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。このチャンネルを登録し、評価していただけると私たちにとって大きな励みになります。本日はキャスターのエマがお送りいたしました。またお会いしましょう。